デジタル技術を使った美術館の新しいサービスが始まります。東京の国立西洋美術館が始めるこのサービスは、所蔵する作品を3次元のデジタルデータで保管し、来館者に携帯型の端末を使って映像による作品解説を提供します。画面で彫刻を様々な角度から見た場合や、ろうそくの火に照らされるとどのように見えるかを確認することができます。このサービスは今年10月から始める予定です。